パナマのカリブ海沿岸の要塞群は、パナマにあるユネスコの世界遺産登録物件の一つで、パナマの世界遺産の中では最初に登録されたものである。ポルトベロに残る5つの要塞跡と、サンロレンソ要塞の遺構が登録対象となっている。スペインの植民地だった時代のポルトベロは、銀の積み出し港として栄えた港町であった。当時はその経済的重要性から、 略奪行為などの標的になることもしばしばで、港町の防衛施設群を整えることが要請された。その結果、17世紀前半に湾の入り口に2つと湾内に2つの要塞が配置され、さらに湾の西用部の港町自体にもサンヘロニモ要塞が置かれた。これら5つの要塞群がポルトベロの防衛を担ったのである。しかし、この要塞群は、 南高フラクトはいかず、1668年にはヘンリー・モーガンの死略戦団によって、1739年のエドワード・バーノンの艦隊によって、それぞれ大規模な占領や略奪にあった。現在残る要塞軍は1750年代以降に改修されたもので、国立歴史公園として保存されている。 このポルトベロから南西に60キロメートルほど行ったチャグレス川川口付近の小高い丘の上に建設されたのがサンロレンソ要塞である。こちらの要塞は17世紀の建造以降を大きく損壊することがなかったため当時の姿を良好に留めている。これらの遺跡群はかつてスペインが植民地で築いた軍事施設の建築水準を今に伝える。 優れた例障となっていることなどから世界遺産に登録された。保存面での不備などから2012年の世界遺産委員会において危機にさらされている世界遺産リストに登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。